今日は無糖質の 11.6kg のカンブリを購入しました。内臓脂肪がすごすぎますね。内臓とエラを抜いてまずは4日寝かせます。半身を友達に渡すので片身だけ下ろします。頭を落とします。ちょっと硬いので注意してください。必ず関節に包丁を入れましょう。関節切断したら反対にします。にしても重いです。すでに関節は切断してるから簡単です。頭が落ちました。魚を下ろしていきます。今回はいつもと逆の半身を先に下ろします。逆包丁でガイドラインを入れます。そこから少しずつ包丁を入れます。油がすごいので包丁は入りにくいです。骨の真上を意識して骨の下に入ったらすぐに修正しましょう。背骨まで到達したら反転。まずはこちらもガイドラインを入れます。半分切った後に逆包丁の方が簡単です。左手で身を持ち上げながら背骨までしっかりと、尻尾側に包丁を貫通させます。骨の真上の身を剥がしていきます。ペーパーで尻尾をつかみながら優しく叩きながら骨を断ち切ります。最後の一本は無理せずハサミを使いましょう。これで片身おろしの完成です。残りをさらに熟成させるので骨がついたまま真空にして水氷の中に入れましょう。そこからさらに6日間経過、計10日間です。まずはすき引きするのでヒレを除去します。このハサミかなり強いのでおすすめ。概要欄にリンク貼っておきます。ヒレが落とせたら鱗をすき引きしていきます。魚を少し濡らし包丁も濡らしながらゆっくり包丁を上下、内臓を出す前に除去する方がやりやすいです。取れない部分は無理せず後からかなたわしで、特にヒレの部分はしっかりと取りましょう。これで鱗の処理は完了です。下ろしていきましょう。まずは通常通りガイドラインを、ガイドラインだけ入れて反転。半分だけガイドライン入れて
後は酒包丁で一気に。両方入れたら骨が上になるように裏返します。変色してますが安心してください。あとは骨側を持ち上げて包丁を少し上に向けながら包丁を入れていきます。骨の膜から包丁が見えるので分かりやすいです。背骨まで確実に。終わったら反転し同様に下ろしていきます。背骨まで下ろしたら身を剥がします。包丁で断ち切れるところまで。無理そうなら諦めて尻尾を切り離して、包丁で叩くかハサミを使いましょう。これで2枚おろしの完了です。ブリしゃぶ用の骨の下処理をしましょう。細かく切断します。関節に包丁を当てれば簡単。ハサミでも切れますよ。終わったらグリルで焼いていきます。両面こんがり焼きましょう。その間に身の処理を。腹骨をすきましょう。酒包丁で切り離して、骨の真下に包丁を入れるイメージでゆっくり包丁を入れましょう。骨の先まで来たら膜を切りましょう。次は柵取り。まずは腹側から。次は背中側。完了。血合いは塩焼きにすると絶品です。次は皮引きです。まずは背中側。包丁の角度は少し下向き、左手で皮を引っ張りながら、皮を持ち直しながら、一気に引く。
うまくできました。次は腹側。腹側の方が簡単でした。油がすごいからかもしれません。次はしゃぶしゃぶのだし作りです。水 1000ml に焼いた骨やアラを入れ弱火。沸騰したらアクを取りながら15分ほど煮ます。終わったらアラを取り出します。こすのがいいけどアク取りでカスを取ります。そこに安丸だし、和風万能だしを2パック。パックを切って粉末を入れます。混ぜたら野菜を入れて煮込んでおきます。刺身の盛り付けをしていきます。いつもの丸皿に盛り付けます。薄めに切って皿の端に角を合わせて盛り付け、どんどん盛り付けましょう。1列目が終わったら2列目。2列目は少し厚めに。どんどん盛り付けると、これで完成です。こうやって盛り付けるとブリしゃぶ、刺身両方楽しめます。今回ブリしゃぶはこの部分を使いました。今まで苦手でしたが、このブリしゃぶはうますぎました。まだまだたくさん取れてるので、ぜひ食べてください。